はい、どうも、今回はですね、こちら、ネズミフグっていう食材ですね。ということで、今回はですね、こちらネズミフグを剥製にしていこうかなと思ってるんですけども、今日はですね、友達の友達がやってる会社、レディンさんってとこからですね、案件をね、いただきまして、何を紹介するかと言いますと、夜光貝のアクセサリーです。はい。まあ、俺の動画の準レギュラーと言っても過言ではない。この夜光貝、実はこいつ、身よりも殻の方が高くて、殻は殻で売ってるんだよね、みたいな話をしてたと思うんですけども、実はね、磨くとめちゃめちゃ綺麗になるんですよ。はい、こんな感じになってます。これはね、バレッタなんですけど、こんな感じでね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。俺らが売った夜光貝の殻は、アクセサリーとか、インテリアとかに加工されて使われてるんですよ。それからは想像できんけど、めちゃめちゃ綺麗だよね。で、今日はせっかくね、フグちょうちんっていうインテリアを作るということでですね、もう俺夜光貝を磨いちゃおうと。今日はもう DIY です。はい、このあたりでですね、一旦説明切り上げて、捕獲映像、ご覧ください。さて、今日はハリセンボンをメインに狙っていきます。まずは肩慣らしに一文字ブダイを狙っていきましょう。潜航開始。逃げていく方向に水中銃を向けてヒット。脳の近くに当たって半分ぐらい締まってますね。体が白くなってるのがわかると思います。さて、こちらは一文字ブダイ。島に最もたくさんいるブダイの一つです。さて、それではハリセンボンを狙っていきましょう。シャフトが岩に引っかかってしまったので回収に向かいます。ちょうど岩と岩の隙間に入ったみたいで、引っ張っても抜けなかったんですよ。なんとか抜けました。水中映像だとかなり小さく見えますが、重さは 4.1kg、 そこそこありました。こちらはネズミフグ、ハリセンボンの中でも大型になる種類です。トゲで締めづらいですが、脳天締めをしていきます。さて、もう一匹ハリセンボンを見つけました。ナイフで締めるのは一苦労です。ここはキルショットを狙いたいところ。狙いを定めてヒット。綺麗なキルショットでした。色も真っ白に変わりましたね。さて、こちらは石垣フグですね。この後捌く動画でずっとネズミフグって言ってるんですけど、石垣フグです。ネズミフグとパッと見似てるんですけど、例えばトゲとかは全然違くて、さっきの見返してもらえるとわかるんですけど、ネズミフグはめちゃめちゃトゲトゲなんですよ。それに模様も結構違いますしね。で、びっくりしたのが、石垣フグ生き返ったんですよね。いやー、にしても島で石垣フグ見たことなかったんで、勝手にネズミフグと勘違いしてました。はい、ということで皆さんごめんなさい。こっからの動画ずっとネズミフグと勘違いしてます。皆さん騙されちゃいけませんよ。ということで陸に戻って調理を始めていきましょう。はい、ということでですね、今日は2つのインテリアを作っていこうかなと思います。ということで早速観察していきましょう。はい、こちらがネズミフグになっております。まあ3、4キロぐらいですかね。俺の動画では3度目の登場です。でみんなハリセンボンって結構どれも同じに見えると思うんですけど、ネズミフグはまだら模様が特徴的なんで、ここを見たらね、一発でわかります。裏側はですね、可愛いです。お腹がね、真っ白で可愛いんですよ。まあ一応ね、ネズミに似てるからネズミフグって名前がついてるらしいんですけど、まあそんなに似てはいないよね。ちょっと似てるかなぐらいですね。で、この口、これがね、やばいです。フグ系のね、歯は本当に硬くて、ミとか貝とかをもう余裕で噛みつぶす用の歯なんですね。で、こんぐらいのネズミフグに噛まれるとワンチャン指飛びます。そんぐらいやばいです。でね、ぬめりがすげーです。すげーですね。ぬっちゃぬちゃです。はい、ということで早速ネズミフグの剥製、フグちょうちんパッパンのやつをね、作っていきましょう。それじゃあね、このぬちゃぬちゃを落としていきましょう。この皮がそのまま剥製になるわけなんでね、このぬちゃぬちゃを落とさんと始まらんね。ぬちゃぬちゃが魂にめっちゃついてる。フグちょうちんのこういうでかいやつって沖縄の市場とか行くとよう置いてありますよね。あれをね、作ろうとしてます。あのでかいちょうちんは大体ネズミフグだと思うんですよ。ネズミフグか石垣フグぐらいしかあんなでかくなんないんで、大きいやつとかね、マジで10キロぐらいになりますからね。10キロとかだとどんなでかい風船入れてるんだろうね、中に。
はい、それではある程度のぬめりを落とし終わったところで、ここお腹を開いて中身を取り出していきます。これが大変なんだ。ここからこうやってね入れていくんですけど、まあ、包丁でやるとこれね途中途中にハリセンボンの針があって結構ね難しいんですよ。難しいんでハサミでいきます。やっぱねハサミが最強なんですわ。あー見分けれないんだったな、どうしよう。包丁でいきます。電源撤回。ハリセンボンのあれって巻き節みたいな形になってるんですよ。わかるかな。こっからね3本針が出てるんですよ。これがね鬱陶しい。つまりここ包丁入んないですからね。うー邪魔だ。巻き節みたいな場所をくぐり抜けていかないといけない。これなサクッと入れば気持ちいいんですけどね。もうこういうもんだと思ってます。結構ね大きい肉食魚の胃袋とか開けるとハリセンボンのこの巻き菱みたいな針だけが残ってることがね多いんですよ。やっぱハリセンボンって動きが遅いんで食われるんですね。結局膨らんだところでちっちゃいやつはね、こんぐらいでかいのはなかなか食われないはずだけど。嘘ついたらハリセンボン飲ますとか言ってますけど、巨大魚たちは普通にハリセンボン飲み込んでます。で消化できなかったハリセンボン分はまあ本当は千本ないんですけども吐き出してます。あいつは吐き出すんで魚の骨とか。やっぱり魚って結構自分よりでかいもの食べたりするんですけど、やっぱケツからは出んのよ。よー、いやー出ました。こちらハリセンボンの内臓ですね。結構衝撃的なんじゃないでしょうか。何度見ても衝撃的な見た目してるような。まずこちらね、ミッフィーみたいなのが出てきたんですけども、これがねハリセンボンの浮き袋です。結構硬いんですよ。ジーパンみたい。繊維もねかなりしっかりしてて、多少親指を突き立てたぐらいじゃ割れないんですよ。結構思いっきり握っても割れないんですよ。爪とか突き立てれば割れる。俺なら割れる。あ割れんわ。うん、皆さんちょっと調子乗りました。硬かったです。まあ、包丁を立てればね割れます。はい、割れます。結構ね硬いんですよ。でここにあるでっかい器官、これがですねネズミフグの肝ですね。これね沖縄では結構人気な食材で、もうめちゃめちゃ濃厚な味で味噌汁とかにね溶いて食べたりされてるんですけど、結構癖があって俺はね好きじゃないです。好きじゃないんでカメラマンに食わせます。カメラマンはねうまいっすよ渡辺さんってね喜んで食べた。つって、もう好きな人は好きなんだね。卵入ってんだね。5月6月はねやっぱ卵持ってる魚が多いな。卵です。結構立派。ハリセンボンの卵って美味しいのかな。で、これ腸を見てください。腸やばいでしょとかね。しょうもないこと言ってますけど。何がやばいかっていうと、食ってる、本当に食ってるもんがやばいな。今日は。いいですか？オープンしちゃいますよ。これ仕込みじゃないですよ。仕込みじゃないですからね、皆さん。見て！ヤドカリの爪だね、これは。ヤドカリの爪が出てくるからね。これをバリバリ食ってるわけよ。これを。カニかな？くさ！くさ！いや、ヤドカリだと思う、これは。本当にね、顎の力強いんですよ。すごいな、これ。はい、それではですね、お腹の中綺麗になったところでですね、身とかがね、まだ皮にくっついてるんで、これをね、皮だけにしていきます。俺の右手を解放しよう。そう、最近ね、なんで手袋つけてんのって言われるんですけど、こういうね、臭い内臓とか触った手で、そのまま魚さばいて刺身とか切ると、刺身に匂いが移って臭いんすよ。それがね、気になるようになってきて、手袋つけるようになりました。まあ、こういう臭い作業をする場所は手袋を使って、綺麗な場所を使うときに、その手袋を捨てて、綺麗な手で臨むとね、せっかく命をいただいてるわけですから、なるべく美味しく食べれた方がいいじゃんと。思うわけですよ。ハリセンボンに関しては関係ないんだけど、だってもう臭い部分に触れちゃってるんだから、この身が。で、こうヒレから実は短気骨だっけな、短気骨って言うんだっけな、とにかく骨が伸びてて、それがね身とくっついてるんで、そこをね今切ってます。包丁よりハンドパワーの方がいい気がしてきたぞ。そう、剥製をやるとこのなんか中に手を突っ込んでる作業が多くて、何をやってるかわかんないんだよね。今尻尾の肉を剥がしております。よし、100キロ超えのワニさばいたり400キロのサメさばいたりするのと比べるとめちゃめちゃ簡単。もうトリコの世界ぐらいの特殊調理食材を扱ってきてるんで、もはやこれは特殊調理食材じゃないですね。めちゃめちゃ簡単だって。失敗したら恥ずかしいんですが、ここね胸びれのつながってる部分です。ヒレはね全部つながってるんですよ。まずい、やりすぎたかも。何起こってるか全然わかんないですね。トークで繋がないとな、これは。ちなみになんかこのハリセンボンのここの身あるじゃないですか。とか、この釜のね、こ
ここ釜なんですけど、釜の身とか結構ね美味しくて、実はねハリセンボンっていい値段で取引されてるんですね。このサイズでもセリ値ですよ。セリ値でこれ1匹で1500円ぐらいで売れたりするんで、卸値だといくらぐらいなのかな、これ1匹で2500円3000円ぐらいするんじゃないかな。こう見えてね美味しくて高級な、高級いい値段のする魚なんですよ。えねえこいつこっち側のヒレないんだけど、俺モイだっけ、嘘切れた、え嘘でしょ、なんかないなってるわ、え元々なかったっけこれ、いやこれも思い出だ。この目の部分が確かね角膜を残していけるはずなんだ。あいけたいけたいけた、よかったよかった。ほらこれ透明の膜をね残せるんですよ目。ちょっとグロいなこれ前にねジュエリーさんとコラボした時にもうちょいちっちゃいハリセンボンでフグ提灯作りして見てたんでね、ある程度はねわかるんですよ。ちょっと見てただけ手伝ってなくて、そうこうこうこう内側から目玉触られてるってすごい状況だよな。いきますよ皆さん、こっから衝撃映像です。はい剥き終わってきましたね、あとは口だけや。ここまで来たらくちばしがくっついてるんでこちらを使います。デンノコです。はい、口めっちゃ硬いんでこのくちばしをこのデンノコを使ってね無理くり切り落としていきます。はい、ということでやっていきましょう。よっしゃ行くぞ。え、やばい回ってなかった、まさかの。これ可愛くない、こうやって繋がってたんですけど可愛くない、めちゃめちゃ可愛いんだけど、うわー可愛い。ということでこれ中身を取り出せました。やばくない、身がねこことこの皮の部分しかないからね、めちゃくちゃぶどまり悪いよね。でこの皮なんですけどこういう膜がねついてるんですよ。これをね取っていきます。やっぱりね腐るものがついてるとまずいんでね、一回この粘液をついたままね乾燥させたことあるんですけど、とんでもなくねハエが発生してました。腐るものは絶対的に全部取り除いた方がいいです。剥製する場合はサメの剥製する時も身を全部取るのがめちゃめちゃ大変だった。俺の動画史上でも結構5本の指に入る大変な動画だったんですけど、しっかり年齢制限ついてたね、めちゃめちゃグロかったもん。めちゃめちゃや、うわめっちゃ綺麗になってきた。はい、ということで皮だけになったんでこっからね風船で、ね、膨らましていくんですけども、今日はねこちら裁縫道具をね使ってやっていきます。糸でお腹を縫って膨らましていきます。さてやっていきますか。こんな細い糸で切れんのかな、え、どっから始まってるんやろ、ここ、よしよしよし、こういうことですよ。うわ懐かしいなこれ、全然こんなに針いらないんだよな。うわこれはよしよし、じゃあねお腹を縫合していきましょう。うわ硬い、こうだったっけ最後、こんな感じだった気がする。はい、こんな感じでね縫合が終わりました。で次はですねこれです、風船、風船で膨らまして形を整えるんですよ。これ風船なんてしばらく膨らませてないなちっちゃいな、あ、いけそうだね。よっしゃやってみますか。嫌な音、まあこれでやるんで口では膨らまさないんですけどね、このケツにね風船を突っ込みまして、でこの風船を膨らましていくと、全然膨らまないんだけど、これ口で言った方がいいな。めちゃめちゃ不良品になった、切れそう、仕方ねえな、くさ、魚くさ、これでかい、もう限界かもな。いいじゃないですか、縛りましょう。これ縛るのが大変そうだな。よいしょ、いいじゃないですかかわよ、かわいいじゃん、見てこれすごくない、パンパンやん、顔がだるだるなんよ、顔だけなんか空気が入ってなくて、顔も風船入れる気がする俺キス
スや。まさかフグとキスすることになるとはな。いいじゃん。やべ、ケツがはち切れてる。はい、顔のね、ダルダルがなくなりました。よっしゃ、じゃあ釣っていきましょうか。これタコ糸ですね。なんで俺がタコ糸をたくさん持ってるかというと、普段ほとんど使わないんですけど、手盛りのね、滑り止めに使ってるんですよね。手盛りの滑り止めに巻いてるやつ、あれタコ糸です。これを巻き結びします。この結び方はね、便利なんでね、みんなも覚えておいた方がいいかも。いつ使うんって感じやけど、やっぱ遭難した時とかさ、ロープ結べたらね、全然違うから。巻き結びは力が加われば加わるほどきつく縛られる結び方ですね。結構便利ですよ。はい、できました。いい感じです。もうこれでほどけることはありません。で、これ上にね、実は昔バナナ釣ってたフックがあるんで、これにかけます。よし、いいね。で、ここからね、数日乾かしていくんで、その間に夜光貝磨いていこうということで、夜光貝やっていくんですけど、外行きましょう。はい、ということでね、やっていきましょう。今日はね、サンダーを使って削っていきます。なんかサンポールとかでやる方法もあるらしいんですけど、なんか3日ぐらいかかるらしいんで、そんな待ちたくないんで、サンダーでやります。さて、やっていきますか。これ削るとめっちゃ歯医者の匂いするんだね。ちょっとね、削るとこんな感じで緑色の層が出てくるんですよ。で、この緑色の層をさら、おい、椅子用意したのに意味なかったな。これね、緑色の層をさらに削ると真珠層っていうのが出てくるんですね。まあ、今回紹介してた商品は真珠層の部分だけを使ってるような感じですよね。夜光貝1匹からほとんど取れないんじゃないかな。とりあえず磨いていきましょう。はい、ということで、これ見てください、これめっちゃ綺麗になったじゃない。これがね、緑色の層なんですけど、ここだけね、ちょっと真珠層まで磨いてみようかなと思います。ここちょっと削りすぎてるところ、これがね、真珠層です。もう1時間以上やって手がプルプルです。これはマジで大変。うん、めちゃめちゃ大変だわ。もうちょいやろう、もうちょい。いいんじゃないか、めっちゃ綺麗じゃない。はい、それではですね、ある程度磨き終えて日が暮れてしまったんで、こっからですね、サンドペーパー、こういうので磨いていきます。で、今のが80番で、これ番数が上がるほどキメが細かくなっていくんですけど、まあ、2000番ぐらいまでね、磨いていこうかなと思います。ということで、やっていきましょうか。さて、磨いていきましょうか。大変なんで、もう電動でやります。よっしゃー、磨いていきましょう。まあ、本当はこういうんじゃなくて、ペーパーでこうやってね、磨いていかないとね、細かいとこ磨けないんですけど、商品じゃないんで大丈夫です。今ね、3000番です。ちょっと光沢が出てきましたね。もうね、サンドペーパーの死骸がすごいことになってきた。見てこれ大量です。すごい数やってますね。今終わりや。最初の状態から5時間かかりましたが、もうこのぐらいでいいでしょう。勘弁してあげましょう。サンドペーパーの死骸がすごい。はい、ということでですね、最後にこちらの研磨剤で磨いていくんですけども、一旦ね、粉を拭き取ってみましょうか。うわ、めっちゃ綺麗じゃん。すげえ、こんな綺麗になるんだ。研磨剤いらない説まであるぞ。あ、いらないかもな。研磨剤いらないな。5000番までやったから、もうめちゃめちゃ綺麗なんだよ。いいじゃないですか。見てこれ、めっちゃ綺麗になったんだけど。うわー、5時間磨いた甲斐があった。綺麗。で、夜光貝が磨き終わったところでですね、ハリセンボンの風船を割るところをみんなに見せたかったんだけど、勝手に割れてました。はい、ちょっとね、見てみましょう。もうめっちゃ良くない、これ。まあ、一つ言えるとすれば、この胸びれを固定するべきだった。おかしいもん、ヒレの位置がめっちゃなんかテンション上がってるみたいになってるもん。ほら、もうカチカチなんですよ、これ。すごくない？裏側すごいですよね。このハリセンボンの針ってこうなってるんですよ。巻きびしみたいって言ったのが分かるんじゃないでしょうか。ほら、表側もほら乾くと分かりますよね。ほんと巻きびしみたいなんですよ。このね、巻きびしみたいなところは実はトゲじゃなくて、これね、この巻きびしのてっぺんにちょっと尖った部分あるじゃないですか。これがトゲです。風船を取り出しましょう。
割ろう。風船出てこい。いいですね。完璧です。まあ、やっぱ自分がよく知らないものをね、宣伝するのもあれなんで、まあ、夜光貝、どんな風に綺麗になるのかっていうのをね、実際にね、試してみたんですけど、予想外にね、うまくいきましたね。で、やっぱ思ったのは、めちゃめちゃ大変ですね。まあ、今回、ここしかね、真珠層まで削ってなくて、ほとんど緑の層までしかやってないんですけど、それでもね、こんだけ大変で、5時間もかかったんで、俺今まで夜光貝の装飾品高いなって思ってたけど、まあ、そんぐらいしても全然おかしくないなと思った。だって、5時間の時給を例えば1000円だとして、で、それで夜光貝の殻の値段乗っけたらさ、6000円ぐらいいくもんね。で、これ結構ね、複雑な形なんで、多分機械とかでね、できないんでしょうね。今回提供いただいたレヴィンさんの商品もですね、すべてね、職人さんが手作りしているようです。はい。ということで、ちょっと紹介させていただくんですけども、まずこちらがヘアゴムで、こちらがですねバレッタって言って髪留めですね。で、こちらの2つがですねピアスですね。で、これ金色なんですけど、これ金でできてるんですって。で、両方ともパッと見同じように見えるんですけども、こっちがね14金でできてて、こっちが18金でできてて、こっちの方がね金の純度が高いみたいですね。最後こちらがですねネックレスになっております。これもね18金でできてるようですね。で、こちらの商品なんですけども、7月30日まで限定で、この動画の概要欄の URL から購入することができます。もし今あなたが8月1日以降に見てる場合はですね、レヴィンさんのインスタグラムの URL も貼っておりますので、そちらからですね商品の注文をしてください。新作情報なども発信されていくので、ぜひぜひフォローしてみてください。で、これはねもう生き物なんで、本来元々に傷があったりだとか付着物がついてたりして、まあそれによって本当にねちっちゃい傷が残ったりする場合もあるようです。まあこれはもう生き物を扱ってる商品ならではで、まあそういうものになっております。はいはい。ということでですね、こちらの夜光貝のアクセサリーもね南国感の味わえる一品となっておりますので、ぜひぜひ概要欄の URL から購入してみてください。というわけでですね、僕の視聴者の 80% は男性なんで、女の子でのプレゼントにもいいんじゃないでしょうか。ということで、夜光貝ちょっと飾って終わろうか。このね、開かずのカーテンをちょっと開けまして、ここに置いておきましょう。綺麗です。いいね。ハリセンボンも置きたい。あー、センスのかけらもない。全部台無しや。これダメや。ここをリフォームする必要がある。窓外して、ここにライトつけてやりたいな。飾る場所がなかった。はい、ということでですね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは。